だわったかシーズン入って愛学戦のちょっと押せへんくなってからずっと行こう。オッケー。ドライブ。ドライブ。やった。今から80分間常に強気で強気のプレーするし、常に強気のマインドで戦おう。リザーブもみんな一緒で、80分間チームとしてアグレッシブに。オッケキーチョンカーも出てると思うんで、これ継続して、80分間、でも何回も言うけど、どんだけしんどくても走る、どんだけしんどくても相手にプレッシャー与える、で俺らが誰よりもラグビーを楽しむ、やってきたこと全部出す、4戦、ここ4戦、納得いかんプレーもあったやろ、でもそれを全部ここで出す、いいね、できるから、信じてやりましょう、わらでかやろう。やめたかったからこれが甘いと思うんで、フミ君せっかく競ってくれてるし、いいプレッシャーかかってるんで、そこのこぼれ、前、誰が行くとか、後ろ行くとか、多分声かけてないと思うんで、そこを声かけるところをしっかりして、コミュニケーションで補える部分がたくさんあると思うんで、そこのミスが多いので、そこをしっかり一回修正してやっていきましょう。明確チェンジでチェンジ！ナイト！ビッグスタート！テッド！テッド！ゆうじさん、もっとや！
ナイス。今日の試合の振り返りお願いします。前半の入りの部分でやっぱり相手の強みであるオフロードの部分だったりとかで、前に出られちゃって、やっぱ前半で、45点ぐらい取られたことがやっぱ敗因だと思うんで、しっかり後半はそこを立て直せたと思うんで、しっかりそれを、まだあと2試合あるんで今後に生かしていきたいです。個人的には2トライ今日そうですね、まあでも2トライは取れたんですけど、やっぱシーズン通して目標を10トライにしてたんですけど、やっぱまだ今日の2トライだけなんで、やっぱあとの2試合でどこまでチームに貢献、トライを取ってチームに貢献できるかっていうのを考えて、あとの2試合やっていきたいです。頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。個人的にはやっぱり一番最初の一番で組んでて、スクラムワークが悪くて自分自身から、ね、アタック仕掛けれずに、ヒットで負けたり、プッシュで負けたりしてたんで、スクラムワーク、そして、ラインアウトではモールのところで、ペナルティが何個かあったんで、そこを改善できるように次の、中部大戦に向けてチームでしっかりと調整していけたらなと思ってます。自分が、スタートか、リザーブかまだ全然メンバーが出てないんで分かんないですけど、自分が出れる限り、このジャージのもらえることに感謝して、自分ができる限りの、プレーを全力で出し切って、チームに勝利に貢献できるように頑張っていきたいと思います。